私はよく過去や未来のことを考え夢に来た。そこには時間のない岩山や丘がある。そして生きていた人が全部いる。アンドリュー・ワイエス。夜になるとこのテーブルで酒を酌み交わしたものだった。この世にもあいつはいない。下に終わりはない。俺がいつか死んだとしても決して泣いたりはしないで、グラスをあげ祝ってくれ。永遠のためにそう言ってた。重松清先生、1963年生まれの作家です。今年いくつなのかな、僕は58なので、5つ下だから53ですから、この人は自分の年齢のその年の作品を書くんですね。だから2003年です、舞台は。で、まあ、過去のように遡るので1970年代で後半とかその辺の話が入ってきます。ダメなおじさんの話です。で、僕はこの作品すごく好きで、多分僕一人じゃ無理だろうなと思ってたんですが、彼のギターを聴いて、ああこれだったらひょっとしたらできるかもしれないと思ってできました。で、北見君っていう僕の知り合いの青年の話なんですが、これはホラフキおじさんを読んでいてふっと思い出した、まあダメな人間なんですけども、ちょっとホラフキおじさんとは違った面白いことの話をします。では、よろしくお願いいたします。深い夜の奥底まで沈んだ心は重すぎて、手のひらには釘のような、俺の名を呼ぶお前の声、日々の言葉その隙間を埋めようとしても無駄なこと、この心の枯れの場所は見捨てられて
ってた。おじさんは親戚中の鼻つまみ者だった。